全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。今日の動画、注意を入れておきます。はい、というわけで完全自己責任でお願いします。どういったものかと言いますと、いわくつきのコマーシャルですね。まあなんかよく聞くと思うんですけど、今日は2つ紹介していきます。その中の1つは、出演者が不幸に見舞われた系、なんやそのジャンルって感じですけど、でもう1つが、なんと見ると僕らが被害に遭うとね、なんともとばっちりなものですよね。僕こういう系の動画結構好きで、みんなも作り物でもこうドキドキする感じ、内心ビビってるよちょこっとみたいな、この空気が好きなんですよね。まあ、友達とかと一緒に聞くとこうワイワイ言いながら、友達おらんやったわ。早速紹介です。目玉最後です。1つ目、桃の天然水。はい、半分飲み終わった後にまた水入れて飲めば味戻るでおなじみ桃の天然水、学生に人気の商品なのですが、 CM に起用された女優さんが次々と不幸になると噂されてるみたいです。まず最初に起用されたのが田原智美さんという方。この方、出演をした年にですね、ガス中毒で病院に搬送。その後交際関係にあった小室哲哉さんと破局し、事務所を解雇されます。その後起用されたのが、あの歌姫でおなじみ浜崎あゆみさんなんですが、起用直後当時衝撃でした、内耳性突発難聴を発症します。まだ続きます。その後、吉井玲さん、村田陽子さん、神戸美由紀さんが出演。その年、吉井さんは急性骨髄性白血病を発病、村田さんは事務所から解雇、そして引退。神戸さんは8年後24歳の若さで心不全のため死去とね。まだ続きます。2013年の最新のコマーシャルにはモデルのローラさんが起用。なんとその年にローラさんの父が詐欺容疑で逮捕されるとね。それ以降はコマーシャル自体が作られないようになったということなんですが、ほぼ出演した年に何かしらの不幸が起こるということで話題になりました。いや、怖って感じなんですけど、偶然なのか一種のジンクス的な要素もあるのかなというふうに思います。次は最後です。はい、来ました。最初に言いました、呪われてると噂の CM です。でも注目されたのがだいたい10年前ぐらいなんですけど、この動画を流すと YouTube では29秒付近でフリーズ、ニコニコ動画ではコメントが流れないとね、追加で編集中にパソコンが何度もフリーズ、非常に水が飲みたくなる、肉も食べたい、車欲しいとね、まあ、そういった機械不良などが起きるというものになっております。もう早速流してもいいですか。もうこれバラまきますね。ついでにゆうたの LINE にも送っとこう。やったぜ。じゃあ早速流します。もう一度言いますが、自己責任でお願いします。あちら側へ行ってらっしゃい。はい、とどうでしょうか。なんとも言えない不気味さがありますよね。こんだけ怖がらせたと思うんですけど、僕自身25回ぐらい見たんで、なんともないと思いますけどね。まあ、ただ実際に謎の現象に見舞われたという話もありますよっていうことです。10年前に流行った呪いの動画と呼ばれるものでした。どうでした、なんか感じました。何かおかしな現象を感じたことがありましたらご報告してください。次に呪われるのはあなたかもしれません。全国の匿名さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。これジオンのとしおくんです。さあ今日なんですけども、最近 DM とかコメント欄でも、もっとガチガチのオカルト系やってくれよと、あとは早く都道府県心霊スポット紹介やってくれよという声もね、結構いただいておりますので、まあやっぱり夏ということで、本日はガチガチビンビンのオカルト系持ってきました。まあ今日はタイトルにもある通り、呪いというものがテーマなんですけど、この呪い、まあ日本で有名な作品で言えばデスノートってありますよね。名前を書いたらその人が死ぬっていうね。あれ実は大昔の日本に実在していたっていうのをちょっと最近聞いたんで調べてきました。これが扱われたのが1486年、時は室町時代ですね。現在の奈良市で橋尾為国という武士がいたんですけど、年貢、まあ、今で言うと返ってこない税金みたいなものですね。この年貢を横領するという事件がありました。この年貢はですね、本来であれば興福寺という寺に納められる予定だったんですけど、橋尾も4630万日記みたいに、いやちょっと無理っすねっつって、なかなか返さなかったんですよ。そこで興福寺の僧侶たちは、あいつそろそろしばきましょうかっつって、とある最終兵器を使うことにしました。それが名を込めるという禁断の呪い
呪いでした。この呪いってのが結構シンプルで、紙切れに呪いたい人の名前と犯した罪、そしてその日付を変えて寺のお堂に納めて、その前でみんなでひたすら不幸が降りかかることを祈り続けるというものなんですね。実際にこの時もソウルの大軍が集まってひたすら橋を呪ったと言います。一方橋をですね、初めは全然ピンピンしてて、やっぱり何もできんつって、しまいには寺をディスり始めてたんですね。しかしそっからおよそ1年後、橋が治めていた村で突然病が広がって、橋の奥さんはじめ手下、彼の近しい人々は次々と亡くなっていったと言われています。最終的には130人以上が亡くなって、この村は壊滅状態。しかし肝心の橋は生き延びたんですね。当の本人がって感じなんですけど、実はこれも呪いで、自分が治めていた村が自分のせいで呪いで死んでしまったっていう風に、そういった悲しみとか罪悪感に死ぬまで苦しめられたっていうことなんですね。いやいやいやと、それたまたまじゃないかという風に感じるじゃないですか。でも本当に当時この呪いっていうのがかなり絶大で、この名を込めるというのが使われたのが、この他にも何回かあったんですけど、違う場所で横領を働いた豊田雄尺という方が、あんたの名を込めたよとなった途端、謝罪の上全額返金しました。なので当時は権力者も武士もこの呪力っていうものに相当ビビってたんですね。で、YouTuber で都市ボーイズさんっていう呪物を大量に持たれてる方いらっしゃるんですけど、まあ、ちょっとした番組でご一緒させていただいた方なんですけど、その方の呪物で呪いのやり方が書いてある部族の手帳みたいなのを見せてもらったんですけど、結構内容ガチでしたね。なんかカレンダーみたいなのに丸がついてて、この日が呪いやすいとかあるんですよね。っていうのもですね、この呪いっていうのは一概に否定できなくて、この人間が持つ感情的なエネルギーっていうのはものすごいポテンシャルがあるんですよ。まず負の感情っていうのは3分間抱き続けるだけで、人を呪うには十分なくらいのエネルギーになると考えられてるんですよ。それプラス負の言葉、例えばあのクソガキがとか、そういったものを掛け合わせることで言霊、つまり呪いが完成すると言われてるんですね。最近はこういったオカルト番組少なくなってきたってこともあって、呪いっていうワードなかなか耳にしなくなったんですけど、こういった物理的手段を使わずに目的の個人を攻撃できる方法として、今お話ししたように割と近年まで恐れられてるものだったんですよね。その中でも特に人々に恐怖を植え付けたとされているのが、日本三大怨霊と呼ばれてる呪いです。これが菅原道真、平将門、崇徳天皇と、すごい有名な方ばっかりなんですけど、特にこの平将門の呪いについてはちょっと別動画でもお話ししたんですけど、今現在まで呪いが続いてるって言われていて、実際にお墓を取り壊そうとしたら作業員が亡くなったりとか、このお墓の近くに建物を建てたら関係者が次々と倒れていったりとか、まあ、その影響で東京都千代田区の大手町にて平将門の首を祀る塚があるんですよね。もうあれだけは絶対に茶化しちゃいけないってなって、ケツを向けるだけでも呪われるってことで、近隣のオフィスは机の配置まで考えられてるっていう話があります。はい、とここまで実際にあった呪いというのをいくつか紹介したんですけど、とはいえですよ、まあいずれも結構昔の話なんで、どうせフィクションじゃないかっていう風に思ってる方いると思うんですね。じゃあ次に割と最近起きた呪いの事件というのをいくつか紹介します。1つ目、呪殺祈祷相談事件。はい、こちら物騒な名前ですけど、戦後最大の呪い事件と呼ばれています。ことが起きたのは1970年代、ちょうど日本が高度経済成長期に入っていた時期で、国はですね、とある問題に直面していました。それが以前動画でも紹介しました公害問題ですね。特に4大公害と呼ばれている水俣病、新潟水俣病、痛い病、四日市喘息、これがものすごい重症者を出していたんですね。ただ一方企業側はですね、経済は成長期だということで、こういった世の中の状況を完全無視して自分たちの利益を優先してどんどん被害を拡大させていたんですね。そんな中立ち上がったのが公害企業主呪殺祈祷相談っていう8人の教祖によって作られた団体だったんですよ。彼らは汚染物質を垂れ流す工場、そして企業の経営者を密教の呪術によって必ず地獄に突き落とすって宣言して活動開始しました。月に代わって押し置き用のレベル99ですよね。で、この時彼らが行ったのは消毒法という呪術で、合計3ヶ月にわたって特にひどかった会社の玄関まで行って数時間儀式を行ったんですね。で、これどうなったかというと、そのおよそ1年後、呪いをかけられた経営者や株主たちが次々と発狂、病死や事故で無残な死を遂げていったと言われています。で、一説ではこの流れもあって、それまで罪を認めていなかった経営者たちも手のひらを返したかのように次々と罪を認め出して、最終的には裁判で負けて責任を負わされたというんですね。この突然の経営者たちの死とこの呪いの因果関係というのは一切証明はされてないんですけど、この時のあまりのタイミングの良さに呪術はあると一部で信じられるきっかけになったんですね。あと、この呪殺祈祷相談というのが2015年に再結成ってなってたんですけど、その新しい組織の略称が JKS47、 なんか坂道系、はい、すいません、なんもないです。次いきます。2つ目、牛の国参り事件。これ以前もねちらっと紹介したんですけど、牛の国参りという方法を使った事件です。これ夜中に蝋人形に釘を打ち込んでやる方法ですよね。これがね事件だった事例がいくつかあって、まあ、一番有名なのが1959年に起きた事件ですね。事件があったのは秋田県。ある日一人の女性が急に胸の痛みを訴えて病院を訪れるんですね。しかしいくら検査しても原因が見つからなくて、しかしその後原因と思われることが特定されます。女性が病院を訪れた後、彼女の交際相手だった男性が警察に駆け込んで自分の彼女が呪いにかけられてるって訴え始めるんですよ。
そしてこれ明るみになったんですけど、まずこの男性は倒れた女性と付き合う直前、違う女性と付き合ってたんですよ。いわゆる乗り換えってやつですよ。でそれで振られた元交際相手っていうのが新しい交際相手の女性を逆恨みしたんですね。そして彼女は牛の国参りを繰り返し行ったんですよ。で警察はですね、この元交際相手を脅迫罪で逮捕したんですけど、逮捕した途端女性の胸の痛みがスッと消えていったと言われています。はい、まあこの事件に関してはですね、まあ他にもいろいろ送りつけてたんで、脅迫罪で警察が令状取れたということで、まあ何かしらの証拠があったので、要は彼女は以前から恨みを買ってることを知ってたんですよね。つまりそれがストレスになって胸の痛みを感じてたんじゃないかとも言われてるんですね。要はプラシーボ効果でもあったんですよね。まあ自分の写真がついた藁人形が釘で木に打ち付けられてたら、それは気分悪くなるわって感じなんですけど、こういった呪いにまつわる事件も実際に存在してるということです。はい、と今呪い事件一気に紹介したんですけど、ここまで聞いてみてですね、皆さん呪いっていうのは本当にあると思いますか？そしてもし本当にあるとしたら誰かにかけてやりたいと思いますか？まあ、今回この動画を作る段階でいろいろ調べてて思ったのが、誰かに呪いをかけたいって本気で思ってる人って多分世の中に結構多いんですよ。デスノートって調べた時に、旦那デスノートっていうその自分の旦那の悪口がめっちゃ書いてあるサイトあったんですけど、あーこれもすごい呪いそうと思ったんですけど、まあ藁人形とかね、この牛の国参りセットっていうのも実際に売ってますし、調べてみたら分かるんですけど、最近はですね呪い代行とかいうサービスもあるんですよ。まあ、呪いたい人を代わりに呪ってくれるんですね。これ値段もピンキリで数千円から高くて80万くらいあるとこありました。その金額の差は何やろうって感じなんですけど、まあ、しかし80万円を払って誰かを不幸な目に合わせて、それで果たして自分はスッキリするのかって思ったんですよね。まあ、呪いって基本的に呪い返しつって、一度使ったら絶対自分にも後で不幸が降りかかるって言われてるんですね。まあただ別にこれって呪いに限ったことじゃないなと思ってて、例えば自分が呪いかけた相手がいたとして、ってことはその人に何かしら嫌な目に遭わされたってことじゃないですか。でもその人を呪わせるぐらい嫌なことをするやつって多分他の人からもいろんな恨みを買ってるんで、まあこれ何もしなくてもいずれ絶対痛い目見ると思うんですよね。なので呪いに限らず、まあ、自分がやったことっていうのはそういう風に跳ね返ってくるものだと思うんですよ。だからね、これわざわざ呪いをかけて自分から負のループに入っていくんじゃなくて、こいついつか絶対痛い目見るなと、すげえかわいそうなやつだなって思うこと、さらに本人にもそれを一切言わないっていうのが、更生させないということがね、一番の呪いじゃないかなと思いましたね。言われるうちが花とか言うじゃないですか。言わなくなったら呪いですよ。まあ実際こう思えるのはやはり悟りの域ですけどね。ただちょっと呪い代行とか出てきたんで、恨み恨みで返してもあんまいいことねえんじゃねえかなっていうのはね、ちょっと一言言わせていただきます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。本日は実際にあった呪い事件紹介しました。まあただ皆さん、呪いが怖ければ書籍予約特典を買ってタック顔面除霊お札風しおりをゲットしてくださいということですね。なお効果は保証しません。好きあらば宣伝ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタクです。よろしくお願いします。今年で一番早かったんじゃないですかね。さあ今日なんですけども、人気企画ゾッとするシリーズでございますね。これまでは海、山、空、宇宙、絵画とかね、まあ、いろんな分野のゾッとする話っていうのを紹介したんですけど、どれもおすすめですんで、まだ見てないよって方はね、他のも見てみてください。今日はですね、もうみんな大好きテレビゲームに関するゾッとする話を集めてきました。ゲームといえばね、まあ、すごい発展してますよね。今 e スポーツとか言ってね、いろいろもう賞金のある大会とかたくさん出てますけど、自粛もあってね、ゲーム初めてしだしたという方もすごい多くなったと思うんですよ。僕もゲームチャンネルでね、最強生配信するんでよかったら見てください。流れるような巧妙なステマ企画ですね。では最近ちょっと来てるゲームに関してね、早速ゾッとする話紹介していきたいと思います。早速です。1つ目、新女神転生。これはもうこすりにこすられた有名な話ですよね。通称メガテンと呼ばれるものなんですけど、主人公がですね、1990X 年の東京舞台にですね、悪魔たちを仲間にしていくっていうね、まあ、少し斬新な世界観を持つ RPG なんですよ。今ではですね、これ5まで発売されてる超人気作品なんですけど、ここで問題とされてるのが1992年、これ最初に発売されたスーパーファミコン版の作品なんですけど、まあこれいくつか都市伝説あるんですけど、一番有名なものが、ゲームを起動した際稀にすぐに消せと書かれた赤い文字が画面いっぱいに表示されるというものがあるんですね。これ公式の発表とかではないんですけど、これがどうやら初期生産分にだけ存在する隠し要素じゃないかって考えられてるんですね。まあ最初に作られた分だけですよね。またこの本編の冒頭でも、井の頭公園で女子高校生の殺人事件が起こったっていうストーリーになってるんですよ。でこのゲームが発売されてからだいたい1年後、偶然にも井の頭公園でバラバラ殺人事件が起きたんですよね。ちょっと今ゾッとしましたね。まあ、この事件自体は2009年に時効が成立して、現在でも未解決の事件になってるんですけど。で、もう一つがですね、この作品に続く2の時、この時の制作時の裏話っていうのがあるみたいでして、まあ、夜中スタッフがこう作業してると、突然ファックスから謎の文字列がプリントされたものが、もう永遠と出てきたりとか、悪魔の絵っていうのが出てくるんですけど、その絵を描いてる時に限って、画面がフリーズする、なんてことがよく起こってたと言われてるんです。
ですね。でまあ噂の域ってのは超えないんですけど、制作段階からこういった現象とかが多かったんで、制作陣の間でこれソフトにお札同封しませんかみたいな案も出てきてたみたいなんですけど、それはちょっと作品のイメージとは合わないということで、ゲームを最初に起動した時に悪魔から身を守るための実在する魔法陣が表示されるようになってるっていうふうに言われてるんですよ。なんかよくホラー映画とかでも撮影する時にはお祓いするなんてよく聞きますよね。こういった題材も題材なんで、そういったものを呼び込みやすくしてるのかもしれないですよね。まあ全部僕を制作陣に入れれば万事解決ですね。で余談なんですけど、僕も結構ホラー系の動画作ってるじゃないですか。やっぱり4年ぐらいやってますけど、ホラー系の動画の時はね、よく編集ソフトがクラッシュするんですよ。パソコン急に落ちたりとか、モニターが画面真っ暗になったりとか、やっぱなんかあんのかなと思いますね。次行きましょう。2つ目、砂中ゆり子。はい、これで誰だっていう方と、あ、知ってるよって方多いかもしれないんですけど、これもね、昔から噂されてる都市伝説の一つなんですけど、それが RPG ゲームとかで名前つけれるじゃないですか、主人公。その名前を砂中ゆり子にしてプレイを始めると良くないことが起こるというものですね。結構これユーモアありますよね。余談なんですけど、ちょっと前にこれ Apex の名前をこれに変えてプレイするっていう動画撮ったんですけど、あの負けすぎて消しました。すぐに消せの伏線回収ですね。話戻しまして、この話が最初に広まったきっかけっていうのがいろいろ諸説あるんですけど、2003年頃に発売された平成の都市伝説っていう本にこの内容が書かれていたってことが発端だと考えられてるんですね。で本格的に広がり始めたのが2007年以降、掲示板の2チャンネルで主人公の名前を砂中ゆり子にした時に原因不明のバグとか、プレイ中に後ろから視線を感じるとかね、プレイした後絶対高熱を出すとかの報告が相次いだと言われています。こういった原因不明の現象が報告されるようになったことで、この名前には何か不思議な力が宿ってるんじゃないかっていうふうに考えられるようになったそうですね。まあ余談なんですけど、この砂中ゆり子って並び替えるとユナツコカリです。今回生配信でユナツコカリで1位目指しましょうか。次です、3つ目、スーパーマリオ64空白の時間。はい、こちら概要としてはですね、あのスーパーマリオ録音には謎の没データがあるという都市伝説があるんですよ。これを最初に発見したのがとあるロムの解析者だとされていて、このスーパーマリオ64のデータを解析するとですね、2時間20分の無音の音楽ファイルが見つかったらしいんですよ。ただ一説によると、この音楽ファイル実は無音じゃなくて、よく解析してみるとお経みたいな小さい声がね聞こえるらしいんですよ。怖いよね。またこの謎のデータの存在については、開発に関わった人たちですらそんなあったのって知らないというふうに言われていて、ただこの音楽ファイルどっかないかなと思っていろいろ調べてみたんですけど見つからなかったんで、もしかしたらただのデマの可能性ありますよね。太鼓の達人で開発段階のデータが入ってるみたいな曲がみたいなありますよね。あれは僕なんか本当にあるの確認した気がしますね。ちょっと詳しい方いたら教えてください。次です、4つ目、古伝降霊術百物語。はい、こちらはですね、1997年に発売されたアドベンチャーゲームでして、ホラー小説本当にあった怖い話、まあ、これに採用された実話を元に制作された、あの稲川淳二さんと言いますかね、この素晴らしい方が監修を務めたホラー作品です。怖いですよね。ちょっとね、このゲームに関してまず体験談があったんで聞いてください。ある日、このゲームについて不吉な噂を聞いた男性が偶然中古で売られていたこのソフトを見つけ、興味本位で購入。このソフトには通常であればお札が付属されているはずが、男性はお札が切り取られていることに気づきます。中古だし仕方ないか、そう思いながら男性はゲームをプレイします。そして1話ずつ進めていき、ちょうど最後の100話目をプレイし終えた夜中のことです。突然携帯にこんな着信がありました。こんな時間に誰だ？ふと思いながら携帯を見ると交際相手からでした。ごめん寝てた。どうやら彼女は眠れなくて困っていたようで仕方なく通話を。しかし通話を始めてしばらくすると、突然彼女が声を低くしてこう言います。え？誰か一緒にいる？男性はその場で震え上がり、返す言葉が見つかりませんでした。次の日、男性は彼女に電話をかけ、昨日のあれはどういう意味だったのか尋ねることにしました。すると彼女はこう言います。いや、電話口から急に女の声が聞こえたよ。男性はびっくりします。静かにしてろって伝えたはずなのになーってね。すいません、最後嘘ですね。はい、とまあこういった有名な体験談があるゲームでして、同様にですね、このゲームプレイした後に部屋からラッポンがすごいとか、急にテレビが消えたりとか、照明が落ちたりとか、まあ、いろんな不可解な現象が起きたっていう噂がすごいんですね。でなんか体験談にもあったようにですね、このソフトにはお札ってのが同封されていて、説明書きにもですね、このお札をゲームのパッケージに貼り付けることをお勧めします。このお札は邪悪な霊が本ソフトに引き寄せられ、霊界との道を作らぬように封印するものですっていう記述があるんですよ。またゲームをプレイするにあたって序盤にですね、本ソフトをプレイすることにより霊現象など不可解な体験をなさっても当社は責任を負いませんというね注意書きが表示されてて、これに同意しないとプレイできないという仕様になってるんですよ。嫌な仕様やな、でもプレイしようっつって。でそもそもまあこの設定自体がですね、あまり良くないものを引き寄せる呪術じゃないかとか言われているので、もし興味がある方はね、このゲーム探してみてください。次です、5つ目、ゼロ。はい、これもすごい有名なゲームなんですけど、2001年頃に発売されて現在まで6作品が販売されているホラーシリーズで、このゲーム他と違うのが、通常ですね、やはりこういったゲーム作成するときには制作陣お祓いを行うっていうのが暗黙の了解になってるんですけど、これ噂ですよ。このゼロシリーズは制作ディレクターのポリシーでお祓いを行っていないって話があるんですよ。この作品リアルさを追求するために
お化け屋敷とか富士の樹海とかね、霊的なスポットで取材を行うそうなんですけど、まあ、お祓いを行ってないんでものすごい怪奇現象が起きたっていうことが言われてるんですよ。例えばですね、会社の蛍光灯が勝手に割れる、映像に白い足跡が映り込む、音声にうめき声が入る、男性スタッフの所持品や部屋から女性の長い髪が見つかる、霊感の強いスタッフが震え出すとかね、まあ、これが公式サイトが発表した数々なんですけど、またですね、このゲームユーザーの間でもプレイしたら気分が悪くなったりとか、周りで不可解な現象が起きたとかの報告が相次いだんですね。でもあえてお祓いに行かなかったってなかなか攻めてますよね。これなんかどっかのシリーズやった気はするんですけどね、あんまり覚えてないんでね、なんか起きたよって方感想を教えてください。ちょっとお次はね、最後の方に海外も見ていきましょうか。6つ目、ポリビアス。はい、こちらですね、ゲームに関する都市伝説としては最も古いものの一つでして、時は1981年ですね。アメリカのポートランドっていう場所のゲームセンターにこのポリビアスっていうアーケードゲームが設置されたんですよ。シューティングとパズルゲームを組み合わせたみたいな内容なんですけど、ただこのゲームをプレイした人の間で頭痛とか吐き気、発作、記憶喪失とかいろんな症状が現れ始めるんですね。ただこれ中毒性があって、一度プレイしだしたら止められないんですよ。ただ全身黒服の人たちがこのポリビアスからあるデータを回収していた姿っていうのが目撃されて、設置されてからたったの2ヶ月ぐらいで撤去されたっていうことから、このアーケードゲームは MK ウルトラ計画の一環だったではないかって考えられてるんだよね。あの MK ウルトラ計画っていうのは1950年から70年代にかけて行われたとされている CIA のマインドコントロール実験なのです。ポリビアス自体がプレイヤーの思考や行動をデータとして記録する情報収集マシンだったのではないかと考えられてるんだよね。信じるか信じないかは宇宙常駐次第です。ファミマで発売しちゃってんのよね。次です、7つ目、シオンタウン症候群。最後に紹介する2つはですね、海外のネットで流行ったポケモンに関する都市伝説です。まあ日本でもいろいろ鳴き声に関する都市伝説とかありますけど、この海外でも実はねありまして、1つ目がですね、ラベンダータウンシンドロームと言いまして、シオンタウン症候群と呼ばれてるものがあって、内容としてはストーリーの中盤にですね、シオンタウンというポケモンの墓地がある町があるんですけど、そこで流れる BGM を聞いた子供たち200人以上が自殺を図ったという話です。この原因としては、この BGM には大人には聞き取ることができない高音が含まれていて、これがもしかしたら自殺の原因じゃないかって考えられてるんですね。でこれ海外の都市伝説なんですけど、日本じゃあんまり聞いたことないので、個人的にはこの BGM が不気味だから作ってみた話なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。次です、8つ目、ベリードアライブ。はい、お次もですね、同じくこのシオンタウンにまつわる海外の都市伝説なんですけど、まあ、このシオンタウン、ポケモンタワーって呼ばれてる墓場の役割を担うダンジョンがあるんですけど、この最上階にはベリードアライブっていう墓場から這い上がる死体のような姿をしたポケモントレーナーがたまに姿を現すと言われていて、彼と戦闘するためには墓石にね話しかけるんですけど、その時ここに私は閉じ込められているっていう不気味なテキストとともにデララ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 ラつって戦闘が始まるそうなんですよ。ただこのトレーナーっていうのがストーリー上でありえないほど強いポケモンを使ったりとか、レベル上限がオーバーした101のホワイトハンドっていう、これまたストーリーに登場しないポケモンを使うって言われてるんですよ。いやこれドラクエのステージでこんなありませんでした。なんか手もいましたしね。他にもねポケモンに関する都市伝説とかたくさんあるんで調べてみてください。リクエストあれば動画でやりたいと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ゲームにまつわるゾッとする話ご紹介しました。まあ要約するとゲームは1日1時間までってことですね。うん、まだこんなのもあるよとかあげたら動画の解説と一緒にコメント欄までお願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。お久しぶりフリーベースのタクスゼアンの生みの親、フルアーマー石タクスゼアンです。完全に石不足なんだよね、これね。本日は世界各地に存在してると言われている呪われてる絵、見た人に死が訪れるとも言われてるんだよね。本日はそんな絵をみんなの前で公開して死に訪れてもらうってこと。これで死んだらもうオカルトじゃないんだよ。パンドラの箱は開いちゃったの。ご覧いただきタクスゼアン、俺がようやく流行りタクスゼアン、せきたくすぜ。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部タックです。3分でいろいろ紹介してます。2週間ぶりのせきたくすぜはどうですか。もう飽きたとかみんな言ってましたけど、結局欲しくなるんですね。かなですね。で久しぶりにやろうかなと思います。今回は呪われてると言われてる絵を4つぐらい紹介していこうと思います。結構マジなのもあるそうなんで、呪われたくないなーって方はね、文治さんのサブチャンネルを見てください。では早速紹介です。一つ目、シセルファ、シシカバブみたいな名前ですけども、こちらあのパブロ・ディアゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファ・ネポム・セイド・マディア・デ・ロス・ロメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンティスマ・トリニダード・ルイス・ピカソではなく、ムンクがね描いた作品です。この絵はムンク自身が5歳の頃結核で亡くした母を思い描いたという作品でして、まあ、その咳の音に耳を塞いでるとも言われています。この絵を見てると少女の目が
が動いたとも噂されており、呪われてるんじゃないかと言われてる作品ですね。生々しい絵でございます。次です。2つ目、苦悶する男。はい、こちらの絵、あ、なんか見たことあるなと思ったと思います。これ何で描かれてると思いますか？こちら実は作者自身の血液で描かれてるんですね。呪われてる要素しかねえ。さらに完成後作者も自殺をしており、所持しているとポルターガイストなどの現象に見舞われるそうです。初代メンヘラーとか言ったらね、怒られそうなんでやめときます。3つ目、泣く少年。これ有名ですよね。アマディオシという方が描いた1枚なんですが、こちら1980年代の新聞の一面を飾ったこともありまして、火災が起きた家に高確率でこの絵の複製が飾ってあったという都市伝説です。おまけにこの絵だけ焼けていないとかね、そういったことで消防士の間で呪われていると言われ始めます。実際に複製するのも危険だとか言われてるんで、オカルトが好きでって方はね、ぜひ壁一面にね飾ってください。もうブワーってもう四方八方とか言って、何かあったら困るんで、こう自己責任でお願いします。最後でございます。4つ目、雨の女。はい、とこちら一見ただの洗車機なんですけども、スベトラーナ・テレッツという方が描いた絵でして、なんとこの絵たったの5時間で完成した絵なんですね。作者曰く手が勝手に操られて描いたと言っておりました。その後購入者からの吐き気やおかしなことばかり起こると言われて、すぐに追い返されたため、恥ずかしいから本当は5ヶ月かかったけど5時間って言ったんですよね。殴られるぞ。まあそういったこともあり、呪われてると言われてるそうです。非常に不気味な一枚ですね。はい、ということで今回以上でございます。まあ絵というものはね、作者の魂が宿るなんて言いますよね。どれだけ真似して描いても本家の作品には勝てなかったりね、まだまだこの世界には呪われた絵が存在してるかもしれません。信じるか信じないかは、アナパブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ファ・ネボムセイド・マリア・デロ・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デラ・サンティシマ・トリニダード・ルイス・ピカソ・タクス・ゼア。言えたよね、早口ゼイヤ。全開だよねこれね、まだ喋り足りない。フリーメイソン、席は美しく、誰も席を引き止め、縛りはしない。だいだ言ってな、バカが舐めやがって。石徳スエアです。本日はゴビ砂漠から都市伝説をお送りしていくよね。久しぶり。皆さんの日常生活に欠かせないドラム、これからお話しする作品には出演者が相次いで不幸になるという噂が後を絶たないんだよね。本日はその真相についてお話ししていきたくすぜよ。アホーニューワールドビルダーバーグ会議。全国の特別さん、こんばんは。深夜の放送部こと関明夫公認モノマネ伝道師こタクです。よろしくお願いします。さて、今日の都市伝説なんですが、皆さんは呪いって信じますか？小学校の時とかね、実は霊感あるとかで謎の霊感カミングアウトで一躍スターになるクラスメートとかいませんでした？最近ガチモンの方に会ったんでね、昔のあいつ多分嘘だったなっていうやつがいっぱい出てきたんですけど、あとは今だったら呪い代行業者なんてものも存在しますけど、呪いなんて信じてない人も多いかと思います。ただ今日はそんなあなたにぜひ聞いてもらいたい話でございます。ということで本日の動画は、出演者は呪われていたのではないかと言われている人気ドラマを紹介していきたいと思います。知ってるのがあればコメントお願いします。早速です。1つ目、ヒート。こちら2015年に放送された EXILE のアキラさん主演のこのドラマなんですが、レモンさん、こちら一部の視聴者に呪われてるんじゃないかと噂されたんですね。まずその番組の視聴率、なんと第2話にして驚異の 3.9%、平均視聴率は 4.1% という記録的な視聴率。まあ、何が記録的とは言いませんけど。あともう一つ理由があって、ドラマ放送期間中に出演していた栗山千明さんが道路で足を滑らせて全治2ヶ月の大怪我を負ったんですね。全身全霊であんたのことを否定してあげろ。これによるネット上では、ドラマがこけたから栗山千明もこけたという声とか、これはドラマの呪いだと主張する声もあったんですね。すいません、これはちょっとふざけてますよね。なんか一部の人は前作の書店があるこの時間に会ってたんですけど、それも平均視聴率が 5% を切っていたことで、火曜十字枠の呪いっていうのがこのテレビ欄に存在してるんですよね。はい、まあ、このように、まあ、ドラマ自体が不調だったりとか、番組に出演した人が不幸な目にあったことで、世の中にはこのドラマ出演者の呪いっていう説があるんですよ。まあ今のヒートに関しては例え出したんで、シンプルに僕は見てないんですけど、多分思んなかったのかなと思いますね。まあ、ただ今回ふざけましたが、中には偶然じゃ説明がつかないような事例もあります。次です。2つ目、季節外れの海岸物語。はい、こちら1988年から1994年に不定期で放送されたドラマなんですが、当時これは高視聴率を獲得した人気作品だったのにもかかわらず、いろんな事情により2000年以降一度も再放送されてなくて、いまだに DVD 化もされてないんですね。結構伝説ですよね。ではなぜ懐かしい番組ですけど、というのもドラマ終了後の1997年、ヒロイン役の河合和美さんという方が自宅マンションから飛び降り自殺を行いました。その後出演者の田代正さんが2000年に逮捕、2001年には覚醒剤取締法違反により逮捕、さらに逮捕逮捕逮捕、田代祭りが開催します。そして2003年、出演者の古尾山里さんという方が
多額の借金を抱えた末、遺産相続をめぐる問題に発展して自殺してしまいます。まあこのあまりにも出演者に不幸が連続したことにより呪われてたんじゃないかという噂が広まったんですね。まあ一人に関しては別問題ですけど、次です。3つ目、韓国版花より団子。はい、これ有名ですよね。まあ秋のうどんの韓国版なんですけど、2009年に放送されて視聴率が 30% 超えをマークした、これ大ヒット作品なんですけど、ヒートの火が完全に消えたんですけど、でこちら放送が開始されて間もない頃、 F4 を演じたキムヒョンジュンさん、キムジュンさん、そしてキムボンさんがですね、立て続けに交通事故に遭いました。また続いてヒロイン役のクヘソンさんも交通事故に遭ってます。しかもこれ全部1ヶ月間くらいの間にまとめて起きた出来事なんですよ。あまりにも偶然すぎると話題になりました。マジの追っかけに狙われてた説もあるんですけど、そしてドラマ放送終了の3週間前のこと、出演者のチャンジャヨンさんが自宅にて首を吊って自殺しております。まあこれも先ほどの作品と同様、出演者が呪われていたんじゃないかと言われても正直おかしくないですよね。これも偶然なんじゃないかと思う方、次のやつもなかなかやばいです。4つ目、ホテル。はい、こちら有名ですね。1990年から2002年まで放送されたお仕事ドラマの金字塔と呼ばれるドラマです。最近で言うと去年放送された私定時で帰りますってあったじゃないですか。あれの先駆けとなったのがこのドラマなんですね。ちょっと僕もねこれ調べてびっくりしたんですけど、偶然とは言えないほど多くの事件が起きてます。まず不幸の連鎖の始まりは1996年、フロント役で出演していた沖田博之さんに訪れます。多額の借金をした父親が首吊りによる自殺、続くかのように翌年の1997年、母親を癌で失ってしまいます。そして2年後の1999年のこと、この沖田博之さん本人も首吊りで自殺。これだけでも相当ヤバいんですけど、その前の年の1998年、原作者である石ノ森章太郎さんが心不全により死亡。そして2003年には天ぷら屋の亭主役の名古屋明さん、この方が肺炎により死亡。同年には高木美代さんが片側顔面痙攣というのを患ってしまい芸能活動休止。まだ終わりません。2006年、社長役で出演していた丹波哲郎さんが肺炎により死亡。そしてそのまた翌年、ハウスドクター役であった若村真由美さんが夫を肝不全で失います。まだです。翌年の2007年、ベルボーイ役であった光源氏の赤坂明さん、覚醒剤で逮捕。まだあります。2012年、フロント役の菊池桃子さんが難病であるシェーグレン症候群であることが検診で発覚。また同年には主人公役であった高嶋政信さんが金銭問題をめぐるトラブルで離婚と。はい、と一覧でずらーっと長くなりましたが、ホテルの出演者を起こった一連の不幸の連鎖です。何かのドラマでここまで出演者に何かあったっていうのはこれが一番多いんじゃないかなと思いますね。毎年のように連鎖してるんですね。まあこれだけね出演者の話をしたんですが、この作品に関わったスタッフなども怪我とか病気がすごかったなんて都市伝説もありますね。もしかしたらまた何か不幸が連鎖する原因がこのドラマにあったのかもしれません。次です。5つ目、大河ドラマシリーズ。はい、こちら呪われてるよとされてるドラマ、これ大河ドラマも挙げられますね。確かに大河ドラマの出演者って不祥事とかを起こしがちですよね。ということでちょっとまとめてたら思いの方が多かったのでお話ししていきます。遡ること2006年に放送された光明が辻、この出演予定だった杉田香織さんがですね、まあ、初回の撮影というのをこれドタキャンして出演を辞退しました。あの旦那に回し切りした人ですね。その後はドラマから降板。そして2016年に放送の真田丸、これ高畑裕太さんが強姦致傷の疑いで逮捕されて降板。そして2018年放送の西郷とんですね、こちら斉藤由貴さんの不倫が報じられ自ら出演を辞退。その他には去年の2019年、合成麻薬所持で逮捕された沢尻エリカさんも、この大河ドラマキリンが来るに出演予定でした。まだあります。2019年、イダテンではですね、これ出演者のピエール滝さん、これコカイン使用の容疑で逮捕。チュートリアルの徳井さんは所得隠しが発覚しました。最近で言いますと大麻で逮捕された伊勢谷さんも2010年に放送の大河ドラマ龍馬伝に出演していました。これは呪われてるというよりも大河ドラマに出たら悪事がバレるジンクスと言ってもいいんじゃないでしょうかね。週刊誌とかが温めておいたものを出してるなんてことも言われています。来年公開予定、吉沢亮様主演の晴天をつけっていうのがあるんですけど、まあこれは何もトラブルがないことを願いますね。最後でございます。海外の有名なドラマにも呪われてると噂になってるものがあります。6つ目、グリー。はい、こちらね2009年から2015年にかけてアメリカで大ヒットしたミュージカルドラマなんですけど、これもね出演者に不幸が相次ぎます。始まりが2013年、メインキャストの一人だったコリー・モンティスがヘロインとアルコールの過重摂取によりホテル内で死亡しているのが見つかります。続いて番組終了の2015年、中心メンバー役のマーク・サリングが児童ポルノ所持疑いで逮捕。その後2018年、カリフォルニア州の自宅付近にて首を吊ってるところが発見されます。悲劇は終わりません。今年の2020年7月、またも出演者のナヤ・リベラさんがカリフォルニア州ピルー湖にて水難事故で死亡してしまいます。この一連の事件は出演者とかファンを悲しませてネット上では呪われていたと騒がれるようになったんですね。まあ、一時ネットでグリーって検索すると検索候補にグリー呪いと出てくるほどだったらしいですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。グリーに関してはこれ僕も見てたんで、翻訳のコリー・モンティスさんが亡くなったニュース、これ大きく取り上げた時は衝撃が走ったのを覚えてますね。まあね、この全ての事件を紐付けて呪いとかいうものにしてしまうのはおかしい話ですが、こんな偶然も重なるのかなということでございます。もしかしたら撮影した場所などに呪いが存在してるのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、というわけで以上です。まあ、皆さん他にも、ね、知ってるものあればコメントお願いします。おやすみぞ。いや
怖いだ怖いだ、そろそろ夏ですねってもう10回は言ってます。怖いですよでー、夏前にホラーの企画なくなりそうですけどもでー、あー申し遅れました。私稲荷の戸田が万事と申します。いいのおいしいよきょう。さあ本日は運でもってゾッとする手術です。これまでも海、山、川、宇宙、島と、あとはあれをいろいろとこうたくさんやってきましたけども、本日は人形にまつわる怖い話をやっていきたいと思います。蒸し暑い蒸し鶏サラダみたいな夜にヒヤッとして帰ってください。怖いですよでー。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。さあ今夜は人形デップでございます。ツイッターの DM にドールオーナーを名乗るリスニーさんからリクエストがありました。ドールオーナーってかっこいいですよね、まあ、僕も嘘つくときに使おうと思います。ありがとうございました。で早速なんですけど、皆さんは人形には魂が宿るなんて言葉聞いたことないですか。まあ、厳密には念が宿るとか言われていまして、まあ、特に人間の愛着が湧いたりする人形とかには意識が目覚める場合があると。そうすると次は次第に意思を持ち始めるなんて言い伝えが昔から存在しています。まあ、人形を使った高齢術で一人かくれんぼとかも存在してますよね。あの定期的にパリコレさんが一人でやるやつですね。あれ逮捕されるってマジっすか。あれちょっと話しとれましたけど、まあ、そういった持ち主の念が宿るという場合もあれば、肉体を持たないすでに霊魂である浮遊霊が入り込む場合もあるんですね。まあ、そういったものを題材にした作品っていうのがあの有名なチャッキーですよね。口の中にポンプ突っ込まれて顔が膨らんで死ぬところはちょっとかわいそうと思いましたけど、まあ、今日はそんな人形にまつわる実体験とか事件などを紹介していきたいと思います。早速です。一つ目、ケツのアナベ、すいません、アナベル人形。はい、まあ、こちらホラー映画好きなら知らない方はいない名作なんですけど、映画資料館シリーズに登場した呪いの人形なんですけど、まあ、この資料館シリーズっていうのが、まあ、実話を元にして作成されたということでも有名でして、まあ、実際にこのアナベル人形っていうのは実在していて、ウォーレン夫妻が管理していたというものになるんですね。まあ、本物の見た目っていうのがもっとふわふわで、ラガディアン人形と呼ばれています。この人形にアナベルという少女の霊が宿ってるっていう話なんですね。まあ、最終的には現在までこの夫妻の管理するオカルト博物館に展示されてるんですけど、このガラスケースには触るな開けるなっていう注意書きがされてるんですね。まあ全部そうなんですけど、である日ですね、この注意書きを無視してこのアナベル人形のケースを叩いた男性がいたそうなんですけど、まあ、その後間もなくバイク事故で死亡したっていう話があります。まあ、中にはですね、神父がやってきて悪魔よりも神の力の方が偉大であるっつって、なぜかそのアナベル人形を放り投げたアホ神父がいたんですよ。その帰り道トラックとの大事故に巻き込まれたそうです。即落ちの2コマです。でこの夫妻の親族もこれまでの中で一番ヤバいのがこのアナベル人形だと言ってるぐらいで、まあ、このルールとしては目も合わせちゃいけないというものがあるんですよ。まあ、これがちょっと恐ろしくて、目を合わせると認識されちゃうからだそうです。次です、二つ目、ハローキティ事件。はい、とマジでこちら閲覧注意なんですけど、あの絶対に検索してはいけないワードってあるじゃないですか。あれでも上位に入るぐらいの事件なんですけど、1999年ですね、香港、世界で最も外国人訪問者の多い都市であった香港なんですけど、まあ、ここに存在していたナイトクラブで働いていた A さんって方がいたんですけど、この A さんは祖母の病院代のために勤務していたんですね。まあ、しかしそれでもお金がなくなってしまって、まあ、A さんはとある人物にお金を借りてしまうんですね。まあ、それがちょっとよろしくないグループのリーダーだったんですけど、まあ、この一向に返済のめどが立たない A さんに対して、まあ、彼らは拉致監禁、その後1ヶ月間にも及ぶ暴行の末 A さんを死亡させたんですね。その後彼らはとんでもない行為を行います。それが証拠隠滅のために A さんをバラバラに、その後頭部だけは身元の判明を恐れてストーブで釜茹でした後にハローキティの人形の中に詰め込んだんですね。まあ、この残忍な行為からこの事件名がついたんですけど、でこの事件が発覚したとあるお話があって、まあ、この事件が起きて2ヶ月後、個人で生活していた13歳の少女がこの被害者の女性の幽霊に自分が取り憑かれる夢を見るようになるんですよ。でそれが怖くなった少女が個人の先生に相談するんですけど、まあ、普通だったら怖い夢見たんだねで終わるじゃないですか。ただあまりにも場所とか状況がリアルなので、まあ、この個人の先生が警察に通報して捜査してくれということで、捜査したら出てきて、これで事件が発覚することになったんですね。じゃあなんでこの少女はこんな夢を見るようになったのか。まあ一つはオカルト的な観点から見られていたんですけど、まあ実はこの少女は犯人の一人と交際していて、まあ、当時犯行に加担していたんですね。なので、まあ、少女が本物の霊を見たっていうのか分かりませんけど、まあ、その罪悪感から毎晩悪夢にうなされてこの事件を自供したんじゃないかということなんですね。まあ、この3人というのが最終的には終身刑で、まあ、1人は前日にいなかったとかなんかで禁錮18年の刑になりました。ただもしかしたら殺害された女性の念が人形に宿り少女に夢を見させていたのかもしれないというお話です。まあ、あの人形抜きにしてひどい話ですよね。次です、3つ目、写真を撮るだけで呪われる人形。
はい、とお次はですね、ロバート人形と呼ばれているものなんですけど、アメリカのアーティストロバート・ユージン・オットーという方のものだったんですけど、まあ、1904年頃ですね、このオットーの祖父がですね、ドイツにてこの人形を孫のプレゼント用に購入したんですけど、まあ、実際後に博物館が調べたら、このロバート人形というのが商品として作られたっていう痕跡がなくて、おそらく店頭ディスプレイ用に置いてあったものの一つじゃないかとされてるんですね。なので祖父は譲ってもらったという形になると思うんですよね。で、このオットーはですね、この人形をもらって大事にしていたんですけど、次第にこの人形何かおかしいって言い出すんですね。っていうのが、このロバート人形とオットーが年を重ねるごとにですね、まあ、周囲もですね、非常に奇妙な出来事が起こっていることに気づきます。当時ですね、ものすごい大きな屋敷に住んでいたんですけど、まあ、近所の子供たちがこの屋敷の前を通ると、2階の窓にロバート人形が顔を覗かせているってことがあったそうで、まあ、次第に子供たちも気味悪があって、まあ、その屋敷を幽霊屋敷つって避けるようになっていたんですね。まあ、さらにですね、花瓶が割れていて、まあ、そこにいたロバートに問い立たすと、いや僕じゃないと泣きながら怒ったりとか、次第にこの人形が夜な夜な僕がロバートだよって喋り始めたと言います。まあ、これで恐ろしくなった家族は、まあ、ロバートとこの人形を引き剥がすんですね。で、後にですね、もらった方はフランス人の女性と結婚して、その後ですね、生まれ育った屋敷へと移り住んでいって、そして1974年、この夫が亡くなった後、マートル・ロイターという人物がその屋敷を購入したんですけど、購入した屋敷にこのロバート人形残っていたんですよ。なんであるの、引き剥がしたんじゃないのつって。で、誰かがこのオットーの話をすると、まあ、ロバート人形の顔つきが変化したっていう話も残されていて、まあ、1994年ですね、まあ、このロバート人形はイーストマテロー博物館へと寄贈されました。まあ、現在でも写真を撮るだけで不幸になるなんてことも言われていて、で、この人形というのが、あの冒頭にも言いましたチャイルドプレイでおなじみチャッキーの元ネタになってると言われています。で、ここがね、寄付されて飾られてからものすごい観光客が来て、まあ、このロバート人形というのが、まあ、重要な観光資源になってるそうですね。いや、ちょっと複雑ですけどね。まあ、このように歴史ある人形が博物館に展示されるっていうのはよくある話なんですけど、まあ、こういったことを意図的に行ってやりすぎてしまうと思わぬ炎上を招くこともあるんですね。まあ、お次はですね、以前軽く紹介はしたんですけど、追加でご紹介します。ユニバーサルスタジオジャパン呪いの人形事件。はい、とこちら2016年に楽しいでおなじみユニバーサルがですね、日本人形を使ったホラーアトラクションを作って炎上しました。で、これ内容がですね、まあ、来場者は人形の呪いを沈めるために進んでいきましょうというもので、まあ、これに対してあの人形のメーカー400社ぐらいが加入してる日本人形業界というのがあるんですけど、そこが日本人形イコール負のイメージってなめとんかと営業妨害だっつって抗議文を出したんですね。しかしユニバというのがめちゃくちゃ強気でして、いやいや日本人形が怖いってイメージは別に元からあったやろっつって続行したんですよ。いや、まあ言い分わかるけどって話なんですけど、ただネットではいやもう供養されてる人形に対して呪いを沈めるために進んでいこうってちょっとかわいそうじゃないかっていう声が出たんですけど、まあ、このコメントでいやこれいつか病院を舞台にしたホラーが病院が営業妨害だからやめてくれっていう時代が来るかもしれないっていうコメントがあって、それはああなるほどなと思いましたけど、まあ、ただ人形っていうのはね神聖なものでもあるので、まあ、そこの違いですよね。なんかあとは寄付してくれた人の、まあ、許可とかは特に取ってなかったということで、まあ、それはまあ炎上する要素はたくさんあったということです。で、続けて最後にですね、まあ、この日本における人形といえば人を呪う時の道具としても使われますよね。そう、牛の国参り。まあ、未だにですね、実際に行われている儀式の一つでもあるんですけど、実はこれ江戸時代にはその手法というのが確立されていたと言われていて、まあ、これ知らない方のために言うと、簡単に言うとね、藁人形を使った呪いの儀式なんですよ。衣装は白装束。ちなみにこれ新品じゃダメで、まあ、神社の神主さんとかが着用していた白い人への正式な白装束が必要です。さらに道具として五徳って呼ばれている、まあ、昔の調理器具があるんですけど、あれを逆さにして頭に被るんですよ。その先にろうそくを刺して火をつけるんですね。へえ、楽しい。ですよね。で、他にもですね、ものすごく細かいルールあるんですけど、いや誰得なんで割愛します。じゃあもしですよ、この呪いで人を殺した場合、罪に問えると思いますか？結論、無理。理由は日本がオカルト現象を否定しているから。科学的に不可能だとされている方法で相手を殺したと言い張る者がいた場合でも、司法の世界ではこれを不能犯と呼ぶ。恨んでいた相手がたまたま死んだだけという解釈をされてしまう。呪いたい相手がいたらみんなもコメント欄で教えて。アナベル法律事務所。はい、と久々出ましたけど、ただ実はこれ脅迫罪になる可能性があって、実はこの牛の国参りのルールで、自分が牛の国参りをして、まあ、やってる姿を見られるのはダメなんですけど、まあ、それをした後にお前のことを呪ってるぞっていうのを相手に伝えるというものがあるんですよ。なのでそれを告げた時に相手が脅迫されたと警察に相談すれば罪になる可能性があります。っていうのもですね、昭和29年にですね、実際にこの牛の国参りによって呪いをかけた女性が脅迫罪で逮捕されるっていう事件が実際にありました。で、これ被害者の男性が、まあ、女性
性関係のもつれから恨みを買っちゃって、女性がこの牛の国参りをし始めた頃からですね、自分の胸に痛みを感じて実際に倒れて運ばれたんですよ。で医者に診断を受けたんですけど、原因が不明で、これなんか呪うとか言ってたなってちょっと怖くなっちゃって、警察に相談して発覚したんですね。いや呪い聞いとるかなこれ。で警察はこれを超常現象として捜査したっていうね、数少ない事例でもあるんですけど、ただ呪いを裁く法律はないので脅迫罪で逮捕されまして、まあ男性は元気になってったってことなんですけど、まあこの判例が元になって、まあ今でも呪っている相手にお前を今呪ってるぞって告げると脅迫罪が適用されることがあるそうなんですね。まあまさに人を呪わばアナベル、うまいどこがということで、皆さん呪いの人形には十分に注意してください。はい、というわけで今日は以上でございます。皆さんの身近に起きた、こういった人形にまつわる話がありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。まあ皆さんね、部屋に今ゲーセンとかで撮った人形たくさん置いてあるかもしれませんが、定期的に構ってあげてください。悲しくて夜泣いてしまう前に。怖いなー、怖いなー。あたすがで1年前のちょうどこのぐらい寒い時でしたね。マンションに住んでいた時、突然隣の部屋から猫の鳴き声が聞こえてきたんですね。にゃーごごろにゃーご言うてましてね、おかしいなー、おかしいなー、ここはペットケージで入る前に言われてたのに大の大人がルールすら守れない、おかしいなーなんて思ってましてね。ただね、何か違和感を感じる、鳴き声が鳴り止まないんですね。柴田理恵じゃあるまいし、すぐ泣き止むと思ってたんですがね、まあどん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 大きくなるんですね。これは眠れないでおしょうなんて思ってたらね、鳴き声がする方をよーく聞いてみたんですね。アタスの部屋から聞こえてるんですね。あれあれれ、おかしいなおかしいな、猫なんて飼ってないし、なんなら猫ひろしも嫌いだと、怖いな怖いなと思いつつも鳴き声がする方を見に行ったんですね。鳴き声はどうやら風呂場から聞こえてる。時刻は午前1時、冷たい足を運び風呂のドアをバッと開けた。シャワーの閉め忘れだったんですね。にゃーって、どんだけ。以上、自分の情緒の方が怖い話でした。ご清聴ありがとうございました。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。はい、久しぶりにねホラー企画でございます。皆さんも冬はねあんまり怖い話なんか聞かないと思いますが、本日はタイトルにもありますホラー映画の撮影中に起きた恐ろしい現象を3つね紹介していこうかなと思います。まあ怖い話をするとね、霊が寄ってくるなんて噂もあります。寒いところはさらに寒くしてね、冷蔵庫いらずの生活を送っていただこうかなと思っております。煽り入れておきましょう。それでは紹介していきます。一つ目、ポルターガイストシリーズ。こちらとある一家に降りかかる怪奇現象を元にした映画なんですが、脚本を務めたのがスティーブン・スピルバーグ監督でもおなじみでございます。そして上映当時から問題になっていたことがあります。それが映画内のドクロに本物の人骨を使用していたということですね。そこから撮影中、公開後合わせて4人が死亡しております。こちら作品中にピエロの人形が子供の首を締め上げるというシーンがあったそうです。そこで人形が誤作動を起こして本当に締め上げたそうです。周りのスタッフがうわーこの子迫真の演技するなと思ってたら泡吹いたらしいですね。現在も呪われている映画なんて呼ばれています。次です。二つ目、バットマン。こちら純粋正義と純粋悪の戦いを描いた作品なんですが、作中の有名なキャラクタージョーカーは呪われていたと言われています。こちらジョーカー役を演じたヒース・レジャーさん、この方映画の公開前に自殺したことでも有名です。この方撮影中に鬱を発症しまして、元ジョーカー役のジャック・ニコルソンさんにこの役を演じるときは気を確かにと警告を受けていたとインタビューで語っていたそうです。そして死人が出たのにもかかわらず映画は公開されるのですが、あの有名な事件が起きます。死傷者70人近くを出したオーロラ銃乱射事件です。バットマン上映中に映画館に男が押し入り銃を乱射したという事件ですね。そして男は駆けつけて警察官に逮捕されるんですけども、逮捕された際にこう言ったそうです。俺はバットマンだ、役は人に憑依すると言いますが、まあ、彼は死後も演技を続けていたのかもしれません。次です。最後です、オーメン。こちら悪魔の数字666を元に悪魔の子供を描いた作品なんですが、撮影中に事故が一番多かったという作品でも有名でございます。まず特殊効果担当のジョン・リチャードソン、この方撮影後交通事故に遭い、ガールフレンドが首を切って死亡しています。そしてなんと彼は映画にも出演しており、その役は首を切って死ぬという役だったそうです。そして事故にあった場所の真上に標識がありまして、その標識が音面 66.6km と書かれているそうです。さらに俳優のグレゴリーと脚本家のデイビッドは別々の飛行機に搭乗していたのですが、雷に撃たれています。そのことからスタッフの移動には自家用の飛行機を購入しようということになるんですが、その飛行機を買いたいと同時に言ってきた人がいて、その方に譲るという形になるんですが、なんと譲った飛行機も雷に撃たれて全員が死亡してしまいます。もうここまで来たら何かありますよね。やはり数字というものには良いも悪いも効力があるのではと言われております。はい、というわけで今回はね、事故と結びつけがたい怪奇現象を紹介しました。海外なんかでは悪魔というものは実在しているなんて言われてますね。皆さんもたくさん高齢術とかありますけども、遊び半分では絶対に真似しないでください。お、次高齢術で起きた事件紹介しようかな。大河中に企画を思いつく YouTuberT。 はい、というわけで今回は以上でございます。気になった方はぜひ Amazon プライムを契約してみてください。以上、巧妙なステマでした。ありがとう、おやすみなさい。
全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。こんばんは。さあ今日なんですけども、今や一興でもたまに開くと、あれこれこれおもろい映画出てるやん、でおなじみ Amazon プライムビデオじゃない方でおなじみ Netflix、 フォルクスワーゲン風に言うと Netflix でおなじみ Netflix で話題の作品について紹介していきます。何言ってるか自分でもわからんわ。まあ、ちょっとしたリクエスト多かった映画の紹介なんですが、十層という映画でございます。ハットをかぶりがちなのはコメント欄に書いておきますね、予想してください。久しぶりにこの映画見終わった後トイレに早歩きで行きましたね。まあ、前々からフォローしてるホラー好きな方々のアカウント等で、まあ、これやばいですよみたいなの教えてもらってたんで、すごい気になって見てみたんですけど、これは僕個人的にはパラサイト ×10 くらい面白かったですね。いや誰、今ゼロになりかけてもゼロとか言った人よくないですよ。でこちら題材がまあ宗教系のホラー映画なんですけど、 Netflix さんの作品紹介からいきますと、かつてある宗教施設で禁足を破り呪いを受けたリー・ルオナン、そして6年後、あの時の呪いが今度は自分の娘に降りかかったと知り、必死で我が子を守ろうとするかっていうものでして、こちら台湾の2022年公開映画の興行収入で新記録を樹立したというヒット作になっております。あの一つだけ説明でわからなかったのが、ファウンドフッテージ系ホラー映画って書いてあったんですけど、ちょっと横文字すぎましたね。あのパンケーキみたいなジャンルが書いてあって、あごめんなさいっていう感じでしたね。これ本当に怖くて、アマプラ風にレビューすると僕は星 4.5 ぐらいでした。まあ、こういった呪いとかを題材にした名作でいうと呪怨とか、あと僕は韓国のコクソンとかね、僕好きなんですけど、正直その2つを差し置いてぶっちぎりやったかなと思いますね。まず新しいんですよね。まあこういうちょっと宗教関係のホラー映画ってドロドロジメジメした感じのが多いんですけど、ハンディカメラ視点、まあ一人称というか、まあこれこそフッテージ系だと思うんですけど、まあそれに定点カメラ、まあそれと三人称の通常の画角映画の、まあ、これをすごい違和感なく使用してる。まあ定点カメラのホラー作品とかで言うとパラノーマルアクティビティとか大ヒットしましたよね。まあそれにハンディ視点とかのホラー映画はレックっていう映画とかねヒットしましたけど、でそのそれの存在をなかなか出さないところにクローバーフィールド味を感じましたね。まあちょっとこれ伝わるかどうか置いといて、いやなんか全部いいところ持ってったなみたいな映画でした。まあさらにそれだけじゃなくて、まあ新しい視聴者を巻き込んだ、まあ、体感型の設定も入ってるんで、まあこれまだ見てないなっていう方はねめちゃくちゃ期待していいと思います。まあ、これだけの要素を入れても世界観が崩れないってところがまた感動ですね。でまあ 4.5 でこれなんで 0.5 減ってるんだっていう意見あると思うんですけど、まあこれはちょっと僕がバカっていうのもあるんですけど、時系列がちょっとだけ分かりづらかったですね。ほんと少しだけ。まあ、あの作品自体のスピード感っていうのもあるので、あれこれは今6年前かみたいな、あこいつあの人かなみたいな、あれこいつあの人じゃないよねみたいな、まあ、それがちょっとだけあったんで、僕の地元の頭悪すぎた先輩のテル君は多分ついていけないですね。であのこっからなんですけど、ちょっとこれから見てみようって語るためにさらに恐怖を増幅させる話をしますね。まあ、このやべえ内容の映画なんですけど、実は元になった事件があるんですね。まあ、厳密にはこの事件に着想を経て作られたってものでして、それを紹介します。ではでは、2005年4月11日午後、台湾に住む男性が隣人に慌てて救急車を呼ぶのを手伝ってほしいと頼み、その場を立ち去った。事件から数日後、男性の父親ら5人が出頭。病院に運ばれた被害者は打撲を負い、口、食道、胃に糞便が付着。こちら供述によりますと、男性の父親が事件の2ヶ月前、幼い娘が第三王子に憑依されたと主張。両親に台北市の姉が危ないから一刻も早く故郷に帰らなければ白髪が消えるのを待つしかないなどとわけのわからないことを言い出したんですね。しかしこの話を男性夫婦は怖くなり、すぐに長女を連れ帰るために北上。すぐさま霊媒師を呼び、霊媒師もこの長女には何か悪いものがついていたと発言。さらにこの子だけではなく、彼と妻、そして4人の子供たちにもそれぞれ違うものが取り付いていると言い始めます。その後魔術師は特殊な飲み水を飲ませるのですが、その水を飲んだ後家族はさらにおかしくなっていきました。最初は塩や米を振りかけ悪魔を追い出そうとしましたが、後には小便や糞尿まで掛け合うようになった。そして同年の4月9日、長女がベッドの上で死んでいるのが兄弟によって発見。兄弟は死んだのは姉ではなく悪魔が取り付いたのだと思ったという。5人は車を降りてから長女が死んでいるのを発見。4月11日になって、男性の父親は長女がまだ反応しないので心配になり、冒頭のように近所の人に助けを求め発覚。5人は悪魔のせいにしたが、医師はこの5人に精神疾患はないと判断。検察は原因究明のために死体遺棄致死罪で5人を起訴。しかし裁判の結果、裁判所は死因は臓器不全であり外的要因とは全くの無関係であったと判断。5人を無罪とし、この事件は幕を閉じたっていう。この台湾でガチで起きたなんかようわからん事件を元に作られてるんですけど、誰も捕まってないっていうのやばくないですか。要は誰も悪くなかったイコール呪いでしたみたいな事件なんですよ。まあ、これを信じられないような台湾の事件から着想を得て作成されたっていうものです。まあ、ぜひホラー映画探してる方10層を見てください。まあ、冒頭に体感型のちょっとしたお願いが入るんですけど、これ絶対やっといた方がいいです。今日は以上、おやすみなさい。
の急なんですけど、僕のリスナーさんがメールくれまして、そこにメルカリのリンク貼ってあったんですよ、ね、これ買ってみてくださいってやつだったんですけど、開いたらまず値段が25,000円で、高えなと思って、何これと思って商品名を読んだら、目を合わせてはいけない呪いの絵って書いてあったんですよ。いや画像出とるし、めちゃくちゃ目やってるし、なんやねん。この出品者からのコメントで、この絵がしまってある収納スペースを猫2匹が見つめてしばらく動かなかったりしたので、少し気味の悪いものですって。だいぶキモいよこれ。ちょっと興味ある方は25,000円なんですけども、買ってみてくださいということです。今日はそんなオカルト会、全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです、よろしくお願いします。さあ今日はですね、そんなテロリストリスナーですね、からインスパイアを受けまして、まあ、ちょっと目を合わせてはいけないとか、まあ、見てはいけない系のやつらを紹介しようかなと思いますね。結構前にホニャララにまつわる話っていうのをやってたんですけど、ちょっと最近やってなかったなと思ったんで、ちょっとがっつり寒くなってくる前に一丁肝が冷えてパテになってフランスパン塗れるぐらいまで怖いのやっておこうと思います。まずこの冒頭に紹介したメルカリなんですけど、最近ねこれリアルで普通に怖いなと思ったのが、今なんか自分の娘が履いていた靴下とか言って出品してる人がいるんですよ。娘っていうのがまだ幼稚園とかですよ。多分出品してるのがその親だと思うんですけど、コメントで本当に履いてるか知りたいんで証拠の写真くださいっつって、本当に履いてる写真どうぞっつって乗っけてたんですけど、マジかこいつと思いました、ね、絶対変な目的で買うやろ、これはもう決めつけときます。あ、思い出した、そんなメルカリなんですけど、タック TV で調べたら700円ぐらいで僕が出した本が売られてました。定価より安かったんで、まあいいんですけど、そのコメントで、コメント失礼します、こちらの商品値下げ可能ですかって書いてありました。いやもっと失礼しとるぞ君、ただでさえ安いのに。その返信、申し訳ございません、お値下げは考えておりません。よう言った、よう言ったけど安いよ700円、できれば定価で正規品でお願いします。まあそんなことはいいとして、今日はですねちょっとゾッとする話をいろいろしていこうと思うんですけど、まあ目そのもので言うと有名な都市伝説昔からありますよね。これ発祥がですね、記憶では渋谷都市伝説っていうね、昔すごい流行った作品の中にあったやつじゃないかなと思うんですけど、ピアスをつけてて久しぶりに外してみたら、そのピアスのホールから白い糸が出てきてるんですよ。なんだこれと思って引っ張ったらプツン、目が見えなくなるっていうね。実はこれ目の視神経で神経をちぎってたっていう、目の視神経って何やねんって話ですけど、まあこれは本当都市伝説ですね。昔はピアスイコール不良みたいなイメージがあったんで、まあなんかそれを開けさせないために親が話してたってことが広まったっていうのを言われてます。でこの目すら合わせてはいけないで言うと、結構前に僕リアルタイムで見ててめちゃくちゃ怖かったやつがあったんですけど、まあ出すんですけど安心してください。でも怖いです、こちら。はい、これがですね、アンビリバボーで紹介された呪いのお面なんですけど、禁断の恐怖封印開封スペシャルびっくりマークっていうね、すごい物騒なのにちょっとコミカルな題材だったんですけど、作家の山口敏太郎さんという方が登場した回なんですけど、これがですね、このお面に関わる者全員が不幸になるっていう最強の呪い面なんですね。で山口氏はですね、このお面をマスコミが興味本位で扱うと、取材した本人やその近しい人が不幸になっていき、病気や事故に巻き込まれるというものでして、これがですね、まず京都のお寺に封印されてたんですけど、この京都のお寺っていうのが怪談説法でおなじみ三木大雲先生のところだったみたいなんですよ。これ教えてくださいマジで。でこれ放送ではもちろん出てはいなかったんですけど、なぜか番組の放送終了後にネット上にこのお面の写真がばらまかれたんですよ。さらに視聴者から呪いの面の口が動いたとかで、翌日この山口敏太郎さんの事務所にお面見ちゃったんだけどって電話が殺到したらしいです。この真偽は分かんないですけど、ただまあ山口によると、画像とか写真を見ただけでは呪いは起こりませんと、また今まで不幸になっていたのは興味本位でお面を直接生で取材したマスコミ関係者本人かその周辺であり、一般の視聴者や読者には影響はないということだったんですけど、番組では死者5名病気3名倒産3社って書いてありました。本当大丈夫ですかこれ。ふと思いついたんですけど、顔面除霊効果の男の顔に呪いのお面かぶせてみたってね、クソ不謹慎なネタ思いついたんですけど、これ皆さんどっちが勝つと思いますか。やりたくはないですけどね。まあ、そんな呪いなんですけど、次もですねちょっとネットでささやかれて一時期話題になったものがあるんですよ。これが目を合わせてはいけない系なんですけど、ちょっとなまら怖いんで話紹介したいと思います。俺の地元のコンビニの間で大井さんと名乗った客が来たら目を合わすなという噂があった。3ヶ月ぐらい経って結構慣れてきた時に後輩が入ってきた。その後輩と2人で夜勤に入った日に、バックで俺はタバコを吸いながら廃棄予定の弁当を食べていた。その時に防犯カメラの映像を見ると、3人の中学生ぐらいのガキが立ち読みしてるのみ、後輩はレジの前で注意深くそいつらの動きを監視していた。万引きを防ぐためだ。俺も3つある切り替えボタンを操作しながら店内の様子を見ていた。すると後輩がいきなりレジの前で誰もいないのにペコペコしている。何をしているのかな。不思議に思っていると、バックにいる店員を呼ぶブザーを押した。瞬時に俺は、あ、万引きしたな、と指して、バックから出ていくと、レジの前には、おじさんが立っていた。万引きの合図の後に来た客なのかな、と考えつつ、いらっしゃいませ、と大きな声で言うと、客がいきなり、こんにちは、大井さんです、と言い出した。何言ってんだとは思ったものの、後輩が手招きをしてくる。近くまで行くと、ほら店長が言ってた人ですよ、目を合わすなって。急に思い出した。幸い大井さんは俺が後輩に呼ばれるまで後ろを向いていたので顔は見えなかった。
マイルドセブンとあとこのガムとこの唐揚げちょうだいと言ってきた。レジ打ちを後輩がしてる間に俺はタバコを取り唐揚げを取って袋詰めした。すると大井さんはあとねどっちかの命ちょうだいと冗談で言ってきた。怖と思いつつ、申し訳ございません、当店では取り扱っておりませんと頭を下げ冗談を受け流すように言った。するとあそこの3人のうちの1人でいいよ、命ちょうだいと言い出した。厨房3人には聞こえていないのか雑誌を読みながらガヤガヤしていた。俺と後輩はどうしたらいいか分からず、困ったなぁとお互いを見ながら、申し訳ございません、彼らは商品ではございませんので、と言うと大井さんは笑いながらじゃあ全部もらおうとと言って変な金張り細工を3つ置いてった。次の日、店長と俺より前に入ったパートのおばちゃんにその話をしてみた。なんてことを、大井さんなんか置いていかなかったというので預かり品としておいた金張り細工を持ってきた。これは次来たら絶対返しなさいっていうことなので、それをバッグに持って行って分かりやすい位置に置いておいた。それから次の夜勤の日、バッグから涙目で後輩が出てきた。何事かと聞くと、この針金細工がうねうねと動いているという。そんなバカな話あるかと見に行くと、3つともまるでミミズが這うかのように動いていた。それは数日、しかも夜だけ動いた。他の夜勤の先輩たちもそれを気持ち悪がった。数日後に一つのうねうねがピクピクと動きを弱めだした。その日、近くの交差点でバイクと車が衝突事故を起こし、中学生が一人死亡した。ニュースにもなったのだが、車の運転手は暴走行為をしていたバイクの前に誰かが立ったので、バイクが急ブレーキをかけこちらに突っ込んできたと言った。次の日の夜、先輩と店長が夜勤の日、大井さんが来た。それをきっかけにこの3つを返して、申し訳ございませんがと説明をした。その時の先輩の話では、大井さんは少年の首を持って入ってきたらしい。店長もそれを見てビビっていた。店長に言われて針金細工を取りに行った先輩はカメラに映る少年の体のみを見たらしい。体はレジの前の下を何かを探すように撫でていたらしい。そしてカメラには店長以外には映っていなかった。2時までやってるレンタルビデオ店でバイトしてる友人も大井さんの話を知っていた。どこのコンビニとかでもこういった話ってあるのでしょうか。ないよ、聞いたことないよこんなの。すっげえ物騒な話なんですけど、もしかしたらこれどっかの地域では有名な死神の類のものなのかもしれませんね。こういった掲示板作品でいうと、一番有名な見てはいけないものでいうとクネクネですよね。やっぱあれは定期的に見たくなる作品なんですけど、今なんか調べてみたら田舎だけではなくて住宅街とかでも目撃されてるらしいですよ。目立ちすぎでしょ。で、今回の名なんですけど、実は海外でもすごい目にまつわる話っていうのが多くて、皆さんがもしかしたら知ってる有名なものでいくと、目の黒い子供っていうのがありますね。これがアメリカを発祥とした都市伝説ではあるんですけど、年齢が6歳から16歳ぐらい、だいたいムカデと同じで2人で1組で来るんですよ。夜ですね、車運転してたりとか、家の中にいたらこの2人が近づいてきて、中に入れてくれって言ってくるんですよ。で、それ無視していたら窓叩きながら、入ってもいいって言ってもらわないと中に入れないから中入れろって言うんですって。めっちゃ怖いやん。で、これが最近ですね、実はもっと前からいたんじゃないかっていう話があって、イギリスである男性が住んでいた古い屋敷があったんですけど、そこの屋根裏から子供の肖像写真が出てきたらしいんですよ。それがこちら、目が黒い、画質の問題ではあるかなと思うんですけど、これがですね、おそらく19世紀頃に撮られたものだと推測されてて話題になりました。で、ちょっと今日ですね、今更なんですけど、こういったまつわる系の話をしてて気づいたことがあったんですけど、この日本と海外の怖がらせ方の違い、アメリカでいいと思うんですけど、冒頭のコンビニの話とかもそうなんですけど、日本ってその物体の見た目を語らない怪談とかって結構多いじゃないですか。で、語っててもそれは髪が長くて白い服を着た女とか、容姿のみを連想させるってことが多いじゃないですか。でも海外ってまず絶対ビジュアルから入りませんか。さらにじわじわっとくる演出を日本は使うのに対して、海外ってものすごいスピード感で何回もカットを入れて、一回それが出てきたら畳みかけるような演出の方が多いですよね。そんな違いの中にも、この2つに共通させることができるのが、その体験者の行動を制限することですよね。例えば入ってはいけないとか、触ってはいけないとかですね、そういった意味ではこの目を合わせてはいけないっていうのも、そういったホラー文化を象徴する一つのフックではないかなというふうでまとめさせていただきます。今夜皆さん、インターホンが鳴ってもドアスコープは絶対覗かないでください。向こうも見てるかもしれません。今日は以上です。ぜひ皆さんのね、目が合った体験談とかありましたら、コメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。